おはようございます。コロナで手取りがやばい私です。夫も巻き添えで自宅待機になったので、せめて今月だけでもきちんと家計簿と思っているのに、クレジットカードの明細を見るのが面倒くさい、家計簿を書くのが面倒くさいわけではなく、カードの明細を見るために本人認証がいるところが面倒くさい。まあとにかく私がコロナで休んだ月の手取り額は77,000円でした。夫の給料や保険もあるので生活には困りませんでしたが、自分へのご褒美は諦めました。朝はオートミールを食べて、昼は残り物弁当を食べて、フルタイムで働いてる。私の手と財布がボロッボロだったので、ビッチとかビトンとかで上物を買おうと思っていたのですが、手取りよりも高い財布を買うなんてないわと思ってしまったので、またいつか買うことにしました。健康診断の結果、血圧が高かったので血圧計を買ったり、健康面での出費が多かったし、なんだかんだで食費、日用品、その他もろもろの支出合計額は128,887円でした。ここにクレカ引き落としにしている携帯代とかをプラスするわけです。大丈夫だ、問題ない。というわけで、学生時代から好きなアフタヌーンティーのお財布を買いました。財布を買ったらスイーツプレゼントの券をもらったので、休日だけでも優雅にご飯を食べてきました。本当はサンドイッチが食べたくても、コロナに感染してしまってからはフォークや箸を使うメニューを選ぶようになりました。栗とローストチキンのドリア、美味しかったです。食後は無料券でアップルパイを食べました。生クリームが全然甘くなくて、アップルパイの甘さが引き立つおしゃれな美味しさでした。ごっつぁんです。一日中出かけていたので、晩ご飯は簡単に鍋にしました。コストコで売っていたキッシュがダンジョン飯一貫の一食い植物のタルトっぽくて、思わず買ってしまいました。美味しかったです。鍋はごま豆乳鍋にしました。あと鶏団子と椎茸を入れたいのに、すでに満員状態ですね。こんな感じで休日は割といろいろと食べていますが、週5日はなんかもうとにかく炒めたら食べられるやつでルーチンしています。興味がありましたらそちらの動画もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。